CCC 本部の定例会議において一等捜査官アモン光太郎により13区のエスレートグールジェイソンが大食いと接触した事件が報告された。現場に残されていたグール用の医療器具を手がかりにアモンはパートナーであるマドクレオと共に捜査のため20区へ足を踏み入れた。クズを釣るにクズを餌にするに限るね。第3章やっていきましょう。錦がね仲間になったんですよ。イベントやってると手に入りました。さてこのクズはどんなクズに引き合わせてくれるのかな。というわけで錦もガンガン攻撃してくれるんで、まあなかなか楽になったかなと。で、見てもらえばわかるんですけど、右下に攻撃のアイコンありますよね。それがね1個増えてるんですよ。なんかくるくる回ってるやつですね。縁が黄色くて今ゲージがちょっとずつ溜まっていってるやつなんですけど、あれがねなんか吹き飛ばし攻撃みたいな。で吹き飛ばし攻撃に敵を当てると敵は混乱するんですよ。まあ、かなり強いんで、まあ、中ボスティックのやつにたくさん囲まれた時とか、あやべ使っちゃったな、今使わなくてよかったな。中ボスチックの敵はね3、4体出てきたり、した時にですねあれを使うと一気に吹き飛ばせて、まあなんていうんですか、状況を打開できるみたいな感じですね。まあ、かなり使えますね。まあ後で、強いやつが出てきたら見せようと思うんですけど、ここで一回使いますか。こんな感じですね。これ食らった敵はですね混乱したりするんですけど、今混乱付与しなかったのかな。で1回使うとまた時間をかけて回復していくんですけど、まあじっとしてればね全部技とかってあの秒数でこう回復していくじゃないですか、時間でね。なんでボス入る前は1回これ貯めてボスの部屋入るみたいな、そういう感じの方がいいですかね。多分窓さんなのかな、ここのボスは。ちょっとね必殺技ゲージを貯めたいね。必殺技っていうかなんて呼ぼうかな、これ回転って言うとやばいな。お前はいい材料になりそうだ。出たな。笛口1使ってきてます。やばい危ねえ。笛口1を使ってきてますね。くらえ。よし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 。ああ混乱してますね。今相手に混乱が付与されてるんで。おお、あ笛口2も使ってくるね。あめっちゃカードされる。これやられると後ろに回り込んで攻撃しないといけないですね。あーちゃんと笛口2も使ってくるんだ。かなりガードがすごかったですね。オーケー。じゃあ3の2いきましょう。結構3章は多いですね。トウカちゃん、明日金木くんのマスク作りに付き合ってくれないかな。お、マスクか。はあ？せっかくの休日なのに。トウカちゃん、捜査官が2人20組。なるほど、捜査官が来てると。で、これはあれかな、バレ、なんかこれ見た感じバレずに行けみたいな感じなのかな。倒してもいいんだろうか。あーすごい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 。見つかる範囲みたいなのがあの赤い範囲で出てますね。だからあれに見つからずに行くのか。もういや倒すだけのゲームじゃないと。なるほどね、任せろ。こういうのはメタルギアソリッドで鍛えたっつっても、メタルギアソリッドは5しかやってないっていう。ラストオブアスとメタルギアソリッドでやった。おお、ちゃんと攻撃もできなくなってますね。まあ、こういう感じなんでしょう。なるほど、いいねこういうの。なんかねやっぱ倒すだけじゃなくて、こういうなんて言うんだろうね、ミッション系、お使い系のクエストもいいと思いますね。クールだけじゃない。なるほど、なかなか面白いじゃないか。いいぞ行って。なんかちょっとさ難しいとこ出てくるんじゃない、この辺で応用編みたいな。急に敵がくるって後ろ向いたりないかな。
まあマスク屋だから歌さんが出てきてくるんじゃないかと思うんだけど、もう嫌なんだ。オッケー、これで3の2は終了だね。で次はマスク屋かな。オッケー、じゃあ3の3いきましょう。あ、待って、これなんかあるね。で3の3に行きましょう。マスク屋ですね。トーカとマスク屋へ来た金木だったが、店主の姿が見当たらない。不気味な店内でふと目についた布をめくると、中にはグールが潜んでいた。思わぬ登場に金木は驚かされる。待て、この BGM は皆さんおなじみの東京グールジェイルオープニングの BGM ですね。何もできないのは、待て、マスク屋で戦うのは違うだろ。トーカもいるね。ってことは4人か、すごい4人いるぞ。あ、やべ、出てきた。このグールね、すごいよね、カグネの形が。あとこの今戦ってるグール、なんか気持ち悪いって言ったらあれだけどさ、ひなみのカグネをもっと気持ち悪く、なんて言うんだろう、生物チックにした感じ。おお、めっちゃ出てきた。やべ、くらえ。待て、誰が倒した今、トーカか。出たー、ウタさん出たー、かっけー。やっぱウタパンチなのかな。あー、ウタパンチだ。ウタパンチとウタキックしてくるわ。くらえ、強い。わからせます。まあ、おなじみ歌パンチ歌キックで、おお、吹き飛ばされた。あ、やべえ、金木も HP 半分も削られてんじゃん。全然気づかなかったな。トーカーが後ろの方からめっちゃ援護してくれてるけど、え、マジ歌パンチ食らうのそれ。おら、ジェイルの BGM いいね、かっこいい。そこ座って、サイズ測るから。眼帯かわいいね、好きなの？よーし。じゃあ3の4に行きましょう。グールは CCG 捜査官のことをハトと呼ぶ。平和だったはずの20区に異変が起き始めていた。一日の仕事を終えた金木は、吉村からヨモのところへ行くように言われる。ヨモは金木を店の地下にある開けた場所へと連れてきた。これはあれかな、特訓かな。この20区に入り込んでいる。いざという時は自分の身は自分で守らなければならない。行くぞ。よーし、レッツゴー。とりあえず倒せばいいでしょ。オッケーオッケー。ちょっとね、きつくなってきたんで、イベントを消化して、金木をね、強化したんですよね。 3レベルぐらい上げたかな。それにしてもやっぱ硬いね。あー、やばいやばい、結構削れてる。あ、これ負けるんじゃないか。なんか真ん中に炎のアイコン、やばい、使おう炎のアイコン。やば、本当に負けちゃうこれ。ちょっと待って、やばいな。ひなみちゃんの近くに行こう。ちょっと待って、ひなみちゃん助けてくれないかな。ひなみひなみ助けてくれ。あー、これまずい、本当にまずい、これまずいぞ。いつも立ち止まってさ、やってるだけだったから、プレイスキルが追いついてないな。あ、やばい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 、本当にやばい、助けてくれ。くっそ、あ、待って、錦やられてる。マジか、俺にはまだここ早かったのかな。ドド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 ドン。やばい、押せ、ゴリ押せ。
よしよしよし、ギリギリだ。今本当にミリしか残ってなかったぞ。やばいな。あ、星1個しかつかなかった。ダメだ。よし、じゃあ次行きますか。いや、今の難しかったね、特訓。さすがヨモさんの特訓と言うべきだろうか。グルメと呼ばれるグール、出やがった。月山衆がアンテイクに来店した。二十区の厄介者である月山を冷ややかに見る十日、気をつけた方がいいと金木に忠告する。二十区厄介者もあんまいるよな。久しぶりだね、霧島さん。気持ち悪いんだよ、膝野郎。眼帯の彼、新入りだね。名前は？金木です。不思議な香りだ。おい、てめえ、仕事の邪魔だし気持ち悪いからとっとと帰れ。え、まさか。戦略的咀嚼。マジか。勝てんのかなこれ。ちょっと待って、怖いんだけど。やばい、範囲攻撃。いや、マジ範囲攻撃当たっちゃうちょっとやばいな。でも今回また10日が手伝ってくれてるから、月山の範囲攻撃に注意しつつやっていきましょう。やばい、これ結構月山範囲攻撃広いから、マップの端っこの方に誘導して、できるだけあれだね、アンチを確保したいけどね。アンテック狭いからさ。やばい、みんなまともに食らってるけど大丈夫か。やるぜ。ほら、あー、混乱も入らなかったな。やばい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 。みんな逃げて。まあでもひなみが回復させてるからだいぶ持ちこたえてるな。いいぞ、あと1回。おお、来た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 。俺だけこうアンチに逃げるっていう。削れ、削りきれ。オッケー、いいですね。じゃあ3の6に行きましょう。食に執着する月山は、喫茶店で出会った金木の物珍しさ、美味しそうな匂いが忘れられなかった。金木が大学で本を読んでいると、部外者であるはずの月山が声をかけてきた。金木くん、ここいいかな。月山さんはどうして神大学に？君に会いに。だとしたらどう？あ、どうでしょう。この人がグルメ、二十区の厄介者。月山が追いかけてくるから、なんかやったらいいのかな。なんか下にさ、爆弾っていうかしびれ罠みたいなのがあるね。妨害って書いてるから、ちょ、分からないなりにちょっとやってみるか。世界を歪めているのはクールだけじゃない。おーおー、ピヨピヨしてるな。なるほど、あ、やっぱ月山から逃げるのか。レースゲームみたいになってる。いや、いいね、こういうミニゲーム。あ、やべえ、めっちゃあれだわ、食らうわ。加速しろ。うわー、食らっちゃうね。加速。世界を歪めているのは。危ない。まあまあ削られたわ。 OK、 レベルも上がってる。よし、じゃあ最後3の7に行きましょう。ここはまさか。月山に誘われて入ったカフェで、金木は指を切ってしまう。ハンカチについた金木の血の匂いに月山は恍惚とする。金木は月山と共に、リゼも行きつけだったというレストランを訪れた。突然スポットライトに照らされ、本日のメインディッシュとして紹介された金木は、これが月山の罠だと気づく。観客たちが見守る中、呆然とする金木の背後で
鉄の扉がゆっくりと開いた。ってことはタロちゃんか、タロちゃんかな。ちょっとこの雑魚的にね、あんま削られたくないね、 HP は。あと金木のスキルは強い敵が来た時までに取っておきたいんだけど、まあそうも言ってられないのかな、強いしな、こいつらも。まあまあ硬いですよね。バッタバタバッタバタ倒せるほどではない。来た、こういうのにやっぱ金木、おっとっとっと、金木のスキルは使っていきたい。 OK、 逃げよう。ちゃんと回り込んで間合いを気にしつつ、あーめっちゃ食らっちゃったな。 OK、 あ、来るんじゃないか太郎ちゃん。あんよが上手、あんよが上手、ママー、やばい。 OK、 ひなみナイス回復。あ、やべ、待って待って、やばいやばいやばい、危ない。金木のスキル外しちゃったけど、ちょっとこれで一回体勢を整え、 OK、 ピヨってるピヨってる、いいよピヨってるよ。混乱不要はでかい。痛え、マジかよ、こいつ強すぎる。待って、タロちゃん強すぎる、待て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 、パワフルすぎるあいつ。くらえ、範囲攻撃だけには気をつけろ、逃げろ。危ねえ、あの範囲攻撃吹っ飛ぶし混乱不要するし、だいぶ強いぞ。終わりだ。ああ、まあめちゃくちゃ食らっちゃったからやっぱ1か、うん、難しくなってきたな、だんだん。はい、というわけで、今回は第3章、新章開幕ということで、次は第4章からやっていきたいと思います。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。